帝国は中国、戦国時代末期の水行菅の出身で旗において、考え水路、帝国橋を完成させた。現代における帝国橋の位置。上図では、ラゴーとあるが、正しくは、落川である。帝国は戦国時代末期、旗の勢力が強大になった時代の人物である。小国である藩は、旗による東方への侵攻を恐れ。 旗に大規模な公共事業を実行させて、真を疲弊させようと考えて、水利技術者である帝国を旗に送り込んだ。帝国は、関陽北方の久暇口で、軽水の水を分けて、落水に至らせる公共事業を旗王政に説いた。公共事業は、旗王政即位の翌年、紀元前246年に開始された。紀元前238年の乱が発生したが、 これに前後して、帝国が、ガンから送り込まれた患者であることが発覚した。処刑されそうになった、帝国は、患者であったことを認めた上で、公共事業の完成はいずれは、旗のりになると説得して、処刑を免れた。式季律師列伝は、帝国の事件が、畜脚令のきっかけとなったと記すが、この因果関係は、疑わしいという見方もある。帝国は、 公居事業に引き続き従事し、工事を完成させた。完成した公居は全長300余里に及ぶもので、4万余り頃を潤し、関外地域に豊かな実りをもたらした。冠中は、翌夜となり、去年は亡くなったと描かれる成果を挙げた。この公居は、帝国の名をとって、帝国教と呼ばれるようになった。 芝線は帝国巨がもたらした豊かさが諸侯を平凡する経済力につながったと評している。帝国巨は古代中国の三大水利施設の一つと呼ばれる。その後、軽水の水を引いて灌溉に用いる水路は歴代王朝によってしばしば回収を加えており、現代も軽恵み巨として使用されている。ありがとうございます。